帰ってきました。日本。はい。はい。今は実はですね、もうずっと飛びまして0時19分ですね。はい、今のマイブーム。まあ。今ちょっとですね、中野ブロードウェイにお店っていうかレンタルボックスでお店のようなものを出してるところがあって、ちょっと中野ブロードウェイにハマってるんですよね。あとジャカルタや、まあ、香港はあんまりだけど、ジャカルタで友人にお土産でフィギュアを持っていくことがあるんで、フィギュアを中野ブロードウェイで大変安く売ってるんで買って、お土産として持って行って、と、まあ、本当は高いものなんでね。でその中で自分用にすごく気に入ってるフィギュアがこちら。なんだろうね、これね、ストップ映画泥棒くんたちですよね。このことめっちゃこれがいいんですよね。何がいいって、今ちゃんと立ってますよね。これこのプロポーションとかめっちゃ渋いんですよね。手がこういろいろと、これ手も変えられます、パーツがついてて、でいろんな感じでこうなかなかいい動きするんですよね、これね。こんな感じ？突然ね。めっちゃかっこいいよね、これ。いやー、すごいな。すごいね。もう考える人がここまで。まあ、いつでも考えてるわけじゃないですもんね、この人もね。多分。こんな時もあれば、こんな時もあって、こんな時もあれば、で考えてる。いますね、いますよいますね。考えてますね、シュールになってきましたね。この子もだいぶいい感じですね。ちょっと考える人がだいぶなんか挑発してる、オラオラ系になりましたね。オラオラ系考える人、あんたどうやったら考えてるの？あのポーズは考える人のポーズに戻せなくなったという。どんな感じだったっけ、こんな感じ？ちょっとお姉っぽくなっちゃったなちょっとお姉な考える人お姉な考える人っぽくなっちゃいましたね。まあいいや。でさらに顔のパーツと体のパーツ、さらに、うわすげえ、これ手まであります、手まで。なんだろうこれ、多分なんか立たせんだろうね。でこいつはいいな、あーフィグマのこのパーツを入れる袋だね。いやこれいいや。この子たちも手があるんですけどね、ちょっと実はこの子たちにも手があります。それをこっちで、フィグマの棒、このもうちょっとしっかりしたあれがあるんで、
ここに全部入れればいいんだ。うん、必ずお読みください。あ、これが、ん、これがデフォルトか。いえ、すごいね。ウケるな、これ。この2番の絵柄、これ2番めっちゃなんかウケますね。あ、そうか、口に入れろってことなんだな。これ考える人になるには、これ口開いてるから、これ考える人には、これでだいぶ考えた。口入れて。あここで見えちゃうとなんかちょっと変ですね、これね。変なんだけど、このラインだったら考えてますね。いや、すっげえよ、これ。この作り。日本ならではなんじゃないかな。あ、でも違うか。これをやるのはなかなかですよね。ここまで曲がるよ、関節。お、ちょっとなんか腹筋する人みたいになっちゃいましたね。すごいね。よし、腹筋しよう。よいしょ、ほい、ほい。お、考える人、巨人の、進撃の巨人のように立った。あれがあります、あれが。考える人を考えながら、うっ、お、考える人考えましたよ。立ちながら指をしゃぶる人みたいになってますね、これね。考える人というやばい、突然。これがちょっとこれに似てますもんね、考える人。体も顔も日常モード、今なんかこうすごい突撃モードになってるんで、それも変えればいろいろと遊べるみたいです。徐々に遊んでいこうと思います。はい、明日は沖縄なので、そろそろ寝ます。幸せな時間でした。